ワンチャン走って本気で逃げなあかん場合あるから、指名手配とかで。やばいやばい、はい、どうも、中津です。ビーグルです。今回なんですけども、はい、滋賀県のとある心霊スポットに来ております、はい、今回来てるのはですね、もう本当にやばいところで。やばいですね。もうすっごいやばいです。っていうのも、謎めいている場所で住んでた人数十人全員が失踪するという謎めいた事件があった場所なんですよ。そのやばさっていうのがミステリアスな感じですね。そうなんですよ。なるほどなるほど。すっごい謎が深い場所で、今回そこを調査していくんですけども、近くに火葬場があって。あ、でもなんかそれ僕も調べたんですけど、はい、近くに火葬場があって、亡くなられた方の死体っていうのを、はい、そこで燃やす場所ですよね、はい、この霊が入ってくる入ってくる、そういう噂もあると。でも本当中入るとすごい心霊現象とかもすごい起きるみたいなんで。ちなみにまあここの場所で結構有名な話でいくと、日本刀で実際にこのすごく若い子が、はい、そうなんです。昔の話ですけど、まあ、心霊スポットに来た際にぐさっと行かれてると。そうなんです。でその人も亡くなられてる、はい、でこれがですね、この建物自体廃墟なんで、もちろん誰も住んでないです、うん、この誰も住んでない状態で、このさっきの日本刀でザクッと行った方がずっと住み続けていた。ただそのまま住み続けてるって言われてるんですけど、はい、その人が実際に住んでるかどうかっていうのは分からない。分からないんですよ。だその人自体がもしかしたら幽霊かもっていう可能性もあるんですね、はい、なるほどなるほど。その辺もあの兼ねて、まあ、実際にこの心霊現象っていうのはここでは多々起きてるんですけども、こういった霊が出るとか、男性の霊が出る、女性の霊が出る、はい、こういった霊っていうのは今のところそういう説がないんですよね。そうなんです。なのでその辺も兼ねてちょっと検証、これも兼ねていきたいなと思います、はい、では実際行ってみましょう。はい、あそこに停めてます。見てわかる通り草むらを抜けてずっと歩いていかんとなります。まずその建物に着くまでにちょっとまあ時間がかかるかなっていう、こんな感じです。ちょっとしんどいな。おそらく多分これ建物の中に人がいてて撮影もしかしたらできないかもしれないですね。道を追ってる？追ってます。まだ結構まっすぐ？もうちょっとしたら曲がります、うん、あ、左です。最悪これもしかしたら中で先の音何の音か分からへんから、ワンちゃん走って本気で逃げなあかん場合あるからな。左方向です。その先、右方向です。もうね、DJ ディエゴはめちゃくちゃビビリなんですよ。なので今も今日先頭って聞いた時点でめちゃくちゃ怖がってます。僕的にはカメラマンで後ろ歩いてる方が怖いと思うんですけどね。こんなん道じゃないっすよ。え？全然道やん。ゴーゴーゴー。でも、もうやだー。うわ、無理ちゃう。なんなのよ。ほんまにヘタレです。もうあのメリーさんの館で、僕はもうこんな道へでもないです。ね、ほんまに獣道とはこのことです。もう蜘蛛巣めちゃくちゃあるんですけど関係ないです。てかさ、一個言うていい、はい、獣道通ってきてやん、はい、普通誰かがここ通ったんやったら蜘蛛巣張ってなくない？中ほんまに人おるん？さっきから物音すごいけど、俺が今言うてること伝わった？わかりますよ。ってことはここ誰も通ってないんじゃん人。中でさっきから物音聞こえてんのってあれ人おれへんのじゃん。俺らおると思ってるけど、ネットで調べてるとめちゃくちゃ変なことも書いてあって、実際に指名手配とかで探されてる人たちもここでなんかあの隠れてたみたいな、そういう噂もあるんですよね。なので本当にもしかしたら
そういう意味でも危ないのかもしれません。こっち？こっち。こっちの道あるんですけど、こっち。え？すぐ近く行ってんな。まあ、進もう。大丈夫。何かあって戻るわ。でもさ、はい、こんなとこで花火とかする人ってさ、基本的に不良やんか。はい、怖すぎるよ。次どっちかわかる？左です。あ、こっち曲がれんや。え？それで、この辺右？また獣道ですね。とにかく今日ちょっとディエゴがやばいんで、僕先頭行きます。何の音なんやろ。これいざとなって、走ってってなったら、走って逃げれる？はい。オッケー。カメラじゃちょっと映らないですかね。肉眼で見えたら大丈夫。この先にあります。いざとなったら真後ろにずっとダッシュで。はい。OK。電気ついてるな。消えた。ついた。カメラに映りますかね。これ。え？先からこう電気ついたり消えたりしてんねや。はい。進んでますね。なるほど。これがもしかしたら服部さんなのかもしれんな。俺映ってる？はい。なんか今、大塚団地の敷地まで来てるんですけど、一番初めに言った通り、ここ結構ミステリアスな場所なんですよ。で、一個建物があって、カメラちょっと見てもらっていいですか？あー、映るかな？見えへん。見えないですね。まあ、この光が。で、この建物がですね、さっきからついたり消えたりしてるんですよ。はい。なので、人いることは間違いないんですけど、明らかにちょっと、おかしいことがあって、通常、そのやんちゃな子たちが、こういったところで、まあ、心霊スポットの場所で花火したりするのって、まあ、よく聞く話なんですけど、僕たちの声が聞こえてるのか、光を見て気づいてるのか、電気ついたり消えたりするんですね。で、さっきから聞こえる、発砲音なのか、どうかわかんないんですけど、近くにある。今も近づいてきてるんですよ。電気消えたりついたりしてる。これめちゃくちゃ嫌な予感するんで。逃げません、本当に。霊的なことじゃなくて多分危ないんで。帰りましょう。一旦戻ります。はい。カメラ回しておいて。はい。ゆっくり戻ろう。これなんかあったら戦うわ。謎やな、マジで。
皆さんこの今滋賀県にあるあのもう名前出すんですけど大塚団地っていうところに今来てるんですよ。でほとんどの YouTube 見てもらって分かると思うんですけど来られてる方っていうのは昼間に来てるんですよ。これ夜来るのはほんまに危ないです。っていうのも心霊現象よりも明らかにおかしい人がいてます。しかも中にで一切声も何も聞こえない状態で発砲音と何かを叩く音ずっと聞こえるんですよ。もしかしたら今中で何か行われてるのかもしれないですね。ちょっと行こうか。行きましょう。危ないわ。いないですか？大丈夫。ストップ。行ったな。どっから来たかっていうのっていうところもあったわ。トゲがいるってこと。やばいやばい。やばいですね。一旦ちょっともう車に乗ってもすぐ行こうか。はい。最悪だ。最後の最後だ。ダラシメホラーチャンネル。はい。一旦ちょっと離れてきたんですけども急いで。あのですね、名前出しますね。大塚団地っていうところに来てまして、はい、滋賀県の、まあ、有名なところですね。こうお話しさせてもらうんですけど、ディエゴが言うとったみたいに本当にミステリアスな場所で、団地なんで住んでる方が一気に失踪していったっていう火葬場があったりとかそういう風に言ったんですけど、これ霊的現象よりも本当に危ないっていうのをまず伝えたくて、多分音入ってると思うんですけど、一番初め僕たち近くまで車を乗りつけていたんです。その際に花火が上がってる音が聞こえたんですね。心霊スポットってヤンキーが結構溜まりやすい場所なんで、花火してるんかなって僕思っとったんですよ。そうかと思ってましたね。本当に全然そのヤンキー君たち気にせんとおってもええやぐらいで行ったんですよね。近づいていくとともに、仮にこれがヤンキー君たちがおった場合っていうのは、花火してた場合絶対わちゃわちゃなってるんですよ。そうです、ね、大声上げて一切声が聞こえないんですよ。おかしいなと思いながらどんどんまあ現地に近づいていって、大塚団地がもう目の前に見えた瞬間ですよね。花火と思ってた音がまあまた近くで聞こえたんですけど、花火の音じゃないんですよ。じゃなかったですね。ほんまに発砲の音なんですよ。それがね、聞こえる方向をパッて見たら、一個の建物があって、これ皆さん気づいた方はもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、二階建ての建物があって、はい、その二階建ての建物の中にですね、僕ちょっと懐中電灯、これちょっと当てたんですよね。ピカッと。そしたら、人がおるっていうのを察知したんでしょうね。僕たちがおるのもバレたんでしょうね。電気、一旦消えたんですよ。そうです。あれと思って、おかしいなと思って、僕たちも一回電気切ったんですよ。そしたら電気がまたついて、一瞬影が見えたんですよ。おそらく、まあおそらくというかもう絶対に人の中にいてないんですよ。はい、あれはもうお化けじゃなくて。そもそも廃墟のはずなのに電気がついてる時点でおかしいんですよ。それも懐中電灯の光って基本的に今の時代って LED でしょ。光り方が古い黄色のライトというか、なんかまあ昔から人が住んでるかのような、ほんとそんな感じ、はい、でそこからまあ銃声のようなものが何発か聞こえてるんですよ。これもしかしたら、いやわかんないですよ、僕たちもそれ以上怖くて近づけないんで、もしかしたら中に人連れていかれててなんかされてる可能性もこれあるんですよ。あるんですよね、本当に。なので絶対に来たらダメです。めっちゃ危なかったです。もうこれは多分もう伝わってると思うんですけど、昔その犯罪者とかがもう逃げ込んだりしてるような場所らしいんで。いや、そうなんですよ。だからもう本当に分かんないですけど、指名手配犯とかちょっとおかしいような人が住んでる可能性があるんですよ。全然ある、全然ある、ほんまにおかしい。ちょっととにかく危ない場所なんで、くれぐれも気をつけて、いや気をつけてとか来たらダメです。来たらダメです。とにかくそんな感じなんで、はい、ちょっと板も締めたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。